静岡市青井区の静岡宣言神社で来年の絵とのうさぎが描かれた大絵馬が設置されました静岡市にある静岡宣言神社に設置された巨大な絵馬徳波大学造形学部の学生10人が持続可能な社会への思いを込めて1ヶ月かけて作り上げました縦3メートル横2.5メートル 大エマには鮮やかな赤富士が特徴的に描かれ寄り添う2匹のウサギは始まりや希望を表現しています静岡宣言神社では正月三日日で35万人以上の人出を見込んでいますエマは来年1月下旬まで設置される予定です